ジャパニーズ。はい、ということで今回の動画、サムネタイトル見てもらったら分かると思うんですけど、誰それ？ロスピの YouTube。 知らねえ、誰だそれ。いろんな面で言えねえな。いろいろ言えねえな。おはようございます。どうしたの？なんかちょっと朝と比べてテンション落ちた。足待ちでお前負けて降りたからか。お前気にすることだよ。いや、最後の一曲で言わない方がいい、これ。はい、ということで年齢30万に目指してます。はい、ちょっとやばいよ、マジで。登録してくれ、高評価してくれ、コメントしてくれ、よろしくね。もう10回してる。はい、ということでですね、はい、今日の企画なんですけど、はい、サムネタイトル見てもらったら分かると思うんですけど、購入品紹介です。はい、はい。まあ、でも購入品紹介って言ってもね、ちょっと新しい試みで、うん、単発で買ったものを紹介していこうっていう趣旨ですね。はい。で、まあ、普段俺たちがどういう服を見てるのかとか、どういうのを実際買ってるのかとかね、っていう部分を結構知りたい人がいるのではないかなっていう、まあ、こういう人も結構来るし、はい、それをもう徹底特化した動画ですね。で、まず、今回スリム君ね、買いましたね。え？スローもね。スローが買ったの？俺買ってないよ。何も。出たよ、それ。意味わかんねえやつ。まず作戦教えてくれよ、お前。話はそこある。まあスロー上げてんのかも。スローからじゃない。まあじゃあとりあえず紹介からしていこう。買ったものじゃなくて、買ったものじゃなくて、まあ、僕たちがいつも見てるブランド結構あるじゃん、うん、何のブランドがいいですかとか、うん、来るじゃないですか。そのブランドをちょっとね紹介していこうっていう、はい、感じですね。はい。空は高い、でも届きそうにない。今日紹介するブランドはボーイズイントイランドっていう、はいはいはい、ブランドですね。はい、まあ、なんかあんまり世間にデザイナーとかそういうの出番ってないよね。デザイナーとか出てないんじゃない？それこそ、これそうじゃん、これそう。ボーイズイントイランド、それだ。1年前のやつ。22年のやつじゃない、うん、多分。このとユータか。うん、そうだね。来てるね。来てる。で、これ、見て分かった通り、ポップなんだよね。うん。着やすい感じ。後ろ可愛いんだよ。それこそ。うったー！スリムじゃん。スリム4人いる。右からスリム。じゃん。いっちゃらない。めっちゃ結構めそう。レオくんとかね、ジェネレーションズのサノレオくんとか来てるよ。来てるよね。それは良くねえよ、お前。ダメね。ジェネレーションズのレオくんとかが、もう来てるよね。まあ、日本のブランドですね。そうだね。で、まあ結構俺らもね、みんな、おのおの持ってるよね。スローリックスこの間買ってたしね。見て分かる通り、やっぱ日本のブランド熱いしね。熱いね、マジで。有名でやるね、十分。そうだね、インスタ 1. 何万人いたら。っていうので、まあ新しく、2023 AW があるんで、それ紹介していきます。はい、はい、俺も開けちゃったからじゃあいきます。はい、うん、でも動画まだ出てないよね。出てない。1つ目はこちら、バーン。超かわいいわ、マジで。超かわいい。ちょっとギャルの後、ギャルじゃん。はい、はい、はい。ザルだよ。何でもいいんだよ。何でもいいんだよ。ギャルの男版だから。じゃあシュモも正解じゃない。で、シュモすごい。いや、すごい。ザルで何も惜しい。てか、その形初めてじゃない、俺らの中で。ね。いや、マジックみたいな被り方すんなよ、お前。あ、かわいい、めっちゃ。いい意味で新鮮だし、新しくスロっぽくないわ。うん。ちなみにだよ、別に悪気なくだけど、聞きたいんだけど、どこに被るの、これ。どこに被るの。え、普通に。プライベート、これ。プライベートに決まってんじゃん。被ると思う。え、プライベート。だいぶチャーミングだね。なんか今までのスロっていうさ、チャーミングって。これとこれがあると。なんかさ、どういうのを目的に買ったのかな、このスロは。このポンポンがついてるのが可愛いって思ったの。うん、その展示会行った時に、ね。うんうん、だから、それに惹かれて買ったね。普通のビーニーは持ってるけど、うん、こういう形持ってないから。え、ちょっと全員かぶってみる。俺もかぶりたいわ。俺に取らせて。シュンくちゃって。でもこれやっぱりこう、あれじゃない？それやりたかっただけやん。シュン一番似合いそう。いや、マジでザキだろ。そこじゃねえだろ。あ、似合いそう、マジ似合いそう。マジ似合いそう。もっと深く、もっと深く。もっとちゃんと。後ろ受けてかぶった方がいいんじゃん。何の時間だよ。スリムじゃあ次かぶってみて。いや、スリムも似合うんじゃないですか。いや、俺多分こういうのダメなんだよね。いや、なんかちっちゃくボケかましてくんなよ。お、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。あ、いいじゃん、似合うね、普通に。カメラに一回見せてよ。カメラ目線なんですよ。いいじゃん。シュワッ。ジャンル的に誰が一番似合う。これ忖度。あ、2人かな。でもスリムはあんまキャラ的にもあんまイメージがない。だよね。それ欲しかっただけ。はい、え、スロー君、これはいくらですか、定価。13,000円。どうだろう、ニット帽って1万3,000円って分かんないわ。いや、まあでもこの形3万5,000円で買ってんだからバグってんだろ、お前の方が。まあでも妥当なんじゃない、そんぐらいだと思うけどな。これとこれついてるからね。
うん、ここにあれが集中してんの、値段のあれが。パレスとかシュプリームもそういう形出してたけど、同じぐらいだった気がする。確か1万ちょっとだった気がする。これめっちゃ買えるな、普通誰でも被れるよね。え、今思った。え、何、そんな言いやそうな。いや、俺いや、もうお話好きな子。一回言って、一回じる。耳当てにもなる。絶対そのためでしょ、それ。そこ長い。そもそもそういうことじゃない。そもそもそういうことだと思うよ、この長な。ここが今気づいた。しかも俺それ開けてる時にこれじゃあ真冬もあったかいねって言ったしね。めっちゃいいわ。ジャパニーズ。じゃあ次2個目ですね。はい。2個メルセデス。うい。よいしょ。こちらでーす。ドーン。かわいい。いいね。かわいい。めちゃくちゃかわいい。なんかシャカシャカ系なのこれ。リバーシブルだもんね、結構。え、ほんとに。うん、知らないでやばいっしょ。おぉ、ファリーシブルだ。あ、そうだよ。え、なんだそれ。すごい。ファリーシブル、え、怖いじゃん。かわいい。ファリーシブルってなんだよ。めっちゃ濃いじゃんこれ。なんかファリーシブル、帽子と合いそうだね、それめっちゃ。ほんとだね。すごい、ワンポイントシュ。これじゃあ実質2個買ったの。2個買ったんじゃん。かわいいよ。いやいいでしょ、そんな縛り付けみたいにしなくていいんだよ。嫌だな。綺麗見えるでしょ。めっちゃいい。なんていう生地だっけこれ。シャカ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 、ナイロン。ナイロン、ナイロン。黄色じゃないよな、でもこれ。そう、なんかカラシ色、カラシ色、カラシ色か。うん、確かに。これがだからスローが、ちゃんと見せよ、ちゃんと見せよ。スローが良くなるし、そっちだったらポケットついてんだね。全然違うんだ、ね、本当だ、明るいね、そっちの方が全然。あ、じゃあこれとこれはもう、いや、いけるんじゃない、全然。で、ポケット1、2、3、胸もボタン、ポケット。そう、胸ポチじゃん。この間来て思ったけど、なんか俺が今まで持ってる系統じゃなかったわけよ。だからすごい自分でも新鮮だったし、今持ってる服で合わせれるかなってちょっと心配だった。でも帽子そのままそれいけるもんね、パンツと靴がね。着てみて。普通にさ、なんかいい意味でさ、ストリートじゃない人とかでも着れるわけじゃん。もう全然関係なしに着れそうだね、それは。ああ、いいね、めっちゃ。どうでしょう、かっこいい、マジかっこいい。いいね、クソ似合う。帽子と合うよ。この辺で一番似合ってる。うわ、ネイビーもさ、チャックのとことかと合ってるもんね、帽子の色。この辺で一番似合ってる、マジで。すげえな、よいしょが。ボーイズ、ボーイズ、ボーイズだね。めっちゃいい。あ、いいね。じゃあくるってしてみて。ああ、いいね。全然色違うね。あ、うわー、いいね。そのリュックも含め新鮮だね。フリースはいくら？これ42,000です。約。結構しっかりめで。結構しっかりだ。結構しっかりストレート感じですね。でも実質20,000円でしょ。まあ、2着買ってるからね。リバーシブルだから。リバーシブル。あ、そういうことか。そうだ。だから買い物上手だって。なんか嫌だね、その。そう考えたら、リバーシブルの服いっぱい買えばそういいってことだよね。で、1着で2個でしょ。てか4つ買えば貧乏くせえって。じゃあ K、まあ、だから2点、5万ぐらいか。まあ結構ハッスルしてるけど、結構ハッスルする感じだよ、これ。何それ、めっちゃいい、かっこつけてる。かっこつけてる。そんな感じです。はいはい。じゃあ次俺から。はい。いや、これ俺のから、お前の。じゃあ僕いきます。はい、はい、まあ開けてないですよね。言い方ぎっしょ。一昨日届いたんだけど、この撮影のために撮っといた。お前にはこんなに一切触らせないから。え、これはエグいわ。いきます。うん、何買ったのお前。せーの、シュワン。2発目も行こう、2発目も行こう。2発目行こう。せーの、シュワン。めっちゃ良さそうだよ。すいません、ありがとうございます。めっちゃ良さそうだよ。え、ちょっと早く開けてみよう。これ視聴者と俺ら同じ気分だよ今。だって展示会行った時半年前ぐらいそれ買ったの。そうだね。そうだよね。うわ、パンパンやん。やばい、やばい。でいいんじゃない。お、うわやば、うわやば、超いいじゃん。パンパンやん。おお、未来で広げてみせろ一回。はいはいはい。え、これマジエグいじゃん。やばいね。後ろは何もなし。後ろは何もない。はいはい。ここにいますよ。これ剥がせるんだよね。え、これビリッて見てみなかったら。すごい。それもらっちゃうぜ、しかも。え、マジやめて。しゅん。え、ちょっと一回着てみて。いや、しょ、やめて、触んないで、ほんとやめて、触んないで。長瀬だ。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、長瀬だ。いや、もう完璧だ。長瀬、勝った。めっちゃいいじゃん。ちょっと待って、これあったかくなってる、絶対展示会の時より。マジで、ごめん、これね、なってなかったらごめん。大興奮深いです。しかもここにもついてる。めっちゃいいじゃん。マジで優雅入れられるぞ。いや、すごく、なんで。あ、そっか、これマジでいい。誰か来たい人。え、ははははは、一回締めてみて。でもね、ぴったりサイズで買ったからね、ちょっとね、分かったから、はい、ぴったりサイズ。お前マジで。後でね。あ、いいね。ここにもいるじゃん。そうそう、俺ボーイズくん。あ、ボーイズくんっていうの、それロゴ。え、いや、最高だわ。これ何、
そこまで。ネギリックだ。ボーリングなんて違う、見えねえだろ。いや、すごい、ロゴが入ってた。剥がしてたら出てきた。これはもういいってことじゃん。いや、一応。でも俺これ剥がして使いたいな。でもロゴ出てた方がね、いいんじゃない？こういうポケットなのに、ここにも2つあるんです。すごい。あ、縦にも入れて、入れて、横から、まあ、これタバコ入れろよ。いや、なんでさ、その指定してくんの。いや、そこ、来たよ。ここの締まり具合も最高。リブんとこのね、うん、それも結構なんかさ、物なくしたとかすげえ騒ぐじゃん。うん、だからそういうとこ入れれるとかっていい。パソコンで逆に家とか捨ててないってさ、言ってあった。しかもバッグなしでいいじゃん。パソコンとかもなんか入らねえ、胸のとこ入れるじゃん。いや、ありがとうございました。いや、ほんとになんかずっと待ってたもん。お笑い、お笑い、めっちゃ笑い。お前ずっと待ってたんな。ちなみにサイズ何？もしかしたら見てさ、L。 あ、そうだね、スロー、スローのサイズ。あ、これだ、 M。 M、 あ、 M だ。でもなんか俺的に自分の L でもいい気がした。袖的にちょっとちっちゃいな。確かに、うん、あ、でもなんか丈とかはいいよね。まあ参考までに。ボーイズ結構増えたな今回で。確かに。もうこれ2個目だね。4つ増えたもんね、スロー。これは2つあるわ。そうだね、みんな持ってんのか、1個は。とりあえずこんな感じで、はい、どうすか、これ何に合わせる。いや、そこなんですよ。いや、そこだよね、マジで。いや、俺だからコンバースとか買おうか迷ってんの、すごい。うん、あれ、でもそれこそさ、トムサックスの黄色合わせたいなって言ってなかった。そうなんだけど、もっと黄色だと思う。多分色ちょっと違うと思うよ、これ。でも違和感ない気するけどな。後々トムサックスも買うだろうけど、うん、なんか別のでもいいのかな。まあまあまあ、確かに。まあ、ネイビーのやつとか。ネイビーじゃん。プーマとかアディダスとかそういうのも合いそうで、うん、合いそう、合いそう。サンバとかは。ああ、サンバとか確かに。そっち系なのかね。まあ、とりあえず俺はこれコンバースかな。下はパンツは。スローはデニムか。ルックもデニム履いてたしね。トラビスとかもこういうのにした。下似たような色のやつとか履いてる。あ、軍パンみたいな。あ、持ってるわ、軍パン持ってる。軍パン持ってるの。うん。アンパンは持ってない。アンパン嫌いだから俺。軍パンいいね。軍パンは、軍パン持ってるやつ。うわ、あの、後でポストしたい、インスタに。ああ、そうだね、そうだね。揃えた状態でね、物を。まあ、じゃあ合わせ方はそんな感じですかね。まだ試行錯誤中。そうだね。まあ、インスタとか乗っかったら、あ、これが答えだなっていう感じです。そうだね。ジャパニーズ。いや、俺ね、欲しいよ。キャピタルか、シュプリーム着たいと思う。実はね、キャピタルのデニムショーか、トレーナー、可愛いの。ああ、あれ可愛かったね。か、シュプのアウター狙いたいなって思って。シュプリームしか見たいやつ。買いに行きたい。あ、本当に買いに行くの？それを動画にするってこと？そうそう。マジで？熱っ。行きたい。空は高い、でも届きそうにない。はい、ということで、はい、以上購入紹介、ボーイズイントイランドのおすすめっていう感じですね。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。シルブ。はい、一言。一言、インスタ載せますんで見てね。じゃあ2人のだけフォローしておけばいいってこと？そうだ、アカウント名乗っけてもらいます。あ、俺、俺の1個でいいよ。俺の1個でいい。俺の1個でいい。俺のドンに、で、シュンとスリムとヤンマン。俺のメインダンスビデオの。俺2個買ったから。これ編集誰の？ヤング。俺。ふざけんなよ、お前。後で飯行こう。ヤング、後で飯行こう。マジで、ヤング。後で飯行こう。俺好きな服買ってあげるから。え？言ったな、お前。それは俺そこまで言ってない。3000円かね。じゃあ俺の乗っけとく。そんじゃあな。